日向灘を震源とする最大震度6弱の地震が発生したことを受けて、南海トラフ地震臨時情報の巨大地震注意が8日に発表されて1週間。地震活動や地殻変動に変化が観測されなかったので、気象庁は15日午後5時で巨大地震注意を終了。市役所では災害対策本部会議が開かれ、これまでの被害状況の集約や今後の対応などが話し合われました。会議が終わり、高橋日南市長は、被災された方については、気が重されました方もいらっしゃいますので、お見舞いを改めて申し上げたいと思っております。会議の方ですね、今日も何点か報告があったんですけども、まだこれからですね、新たな被災のところもひょっとしたら報告があるかもしれません。一番心配してました水の濁りですね。こういったところが非常に心配してましたけれども、13日の午前には解消されましたので、ほっとしているところであります。震度6弱ということで、これまでにない経験の地震であった。そして私たちの防災マニュアルで言えばレベル5の最高の対応をしてきましたので、そこの国の情報は情報として、受け止めながら、私たち の対策本部としてやられることを精一杯やってきたつもりであります。地震発生後に宿泊所キャンセルが相次いでおるようでありまして、また主要観光地でもですね、例年の10分の1とかそのぐらいの観光客数になっているということで、非常に心配をしておりまして、今のところまだはっきり申し上げることができませんが、その観光業のところのですね、いろんな損失といいますか、そういったところを踏まえながらですね、今後機会があれば国に支援を求めることもあり得ると思います。巨大地震の発生の可能性は残っているわけで、もう今回のこの地震を教訓にですね、倒壊しやすい倒れやすい家具などの固定とか、あるいは水などを含めた備蓄品の確保、そしてやっぱり沿岸部を抱えている私どもとしては、避難所、それとあと避難経路、ここの再確認をしっかりと市民の方々には申し上げたいというふうに思っております。市のまとめでは15日現在で負傷者は4人、住宅被害は55件、道路やブロック塀などの被害は61件と、生活や観光などへの影響が続いています。